霊夢、F1 で活躍してきた日本人ドライバーを何人知っているんだ？校長先生と、試験嵐と、角田くん。中島悟と佐藤拓磨と角田裕樹だな。覚え方が独特すぎるぜ。F1 の歴史の中でもっとたくさんの日本人ドライバーが様々なチームで活躍してきたんだぜ。じゃあ今回は、日本人が複数人所属した F1 チームについて紹介していくぜ。ジョーダングランプリ。ジョーダングランプリはイギリスの F1 コンストラクターだ。創設者は元レーシングドライバーのエディ・ジョーダンだぜ。このおじさん、レーシングドライバーだったのね。そうだぜ。自らがレーサーとして参戦していた、イギリス F3 選手権で1979年に設立したエディ・ジョーダンレーシングが前身。ジョーダンは引退後、マーティン・ブランドルをドライバーに迎え F3 でチームとして活躍するぜ。今度は、オーナーとしてレースを続けたのね。その通りだぜ。ブランドルは、その後 F1 へステップアップしたぞ。すごいわね。チームはジョニー・ハーバートと組んでイギリス F3 を制覇。1988年には共に国際 F3000 へステップアップしたぜ。さらに、1989年にはジャン・アレジを採用し、アレジはチャンピオンを獲得したんだ。強豪チームね。1991年、ジョーダングランプリとして F1 参戦したんだぜ。ついにフォーミュラの最高峰まで来たわ。チームオーナーとしては大成功ね。そうだぜ。でも、まだ日本人ドライバー出てこないわ。心配ないぜ。1994年、開幕戦で多重クラッシュの原因を作ったとして、参戦の出場停止処分を受けたエディ・アーバインの代役として、鈴木アグリがパシフィックグランプリに登場するぜ。え、日本人？東京生まれの、バリバリの日本人だぜ。本当に？疑い深いな。アグリの父親は日本人とフランス人のハーフ、つまり、アグリはクォーターということになるぜ。名前も顔もエキゾチックだわ。名字はバリバリ日本人だけど、1988年の日本グランプリで F1 デビューを果たした、アグリは翌89年から F1 フル参戦。1990年には日本グランプリで日本人初の表彰台を獲得したんだぜ。え？すごい人だったのね。1994年は F1 シートを失い、浪人していたんだぜ。だから、パシフィックグランプリに代役でスポット参戦なのね。そういうことなんだぜ。20番手からスタートしたアグリは、44周目にステアリングトラブルでリタイアしたんだ。残念な結果ね。リタイア直後にピットリポーターが、次と次戦に頑張ってという思いを伝えると、アグリは、次、ないんだと返事をしているぞ。悲しすぎるわね。アグリはジョーダンから続くサンマリノグランプリと、モナコグランプリのオファーがあったものの、断っていたんだぜ。断っちゃったの、もったいない。アグリはスポット参戦に否定的だったんだ。なんで？スポット参戦というわずかな期間に、慣れないマシンで実力を発揮するのは簡単じゃないんだぜ。確かに。しかも、マシントラブルなど実力外の要因でリタイアするリスクも高いぞ。今回がまさにそれね。そうだぜ。失うものが何もないルーキーならいざ知らず、すでに F1 ドライバーとしてのキャリアを築いたアグリにとって、スポット参戦は、メリットよりもデメリットの方が大きかったんだぜ。じゃ、なんで今回はスポット参戦したのかしら？周囲からの要望、特にパシフィックグランプリのスポンサーからの強い要望があったからと言われているぞ。スポンサーは大事だわ。2002年、ジョーダンは前年のメインスポンサーである、ベンソン&ヘッジスの援助縮小を受けて資金難に陥っていたぜ。苦しいチーム状況ね。イギリス F3 チャンピオンを獲得した佐藤拓磨がチームに加わるぞ。出た。試験嵐。スルーだぜ。拓磨の加入でチームは、ホンダエンジンの使用量について大幅減額の恩恵を受けるぜ。助かるわね。それでも、資金は不足しており、テストの回数は限定的だったんだ。かなり、苦しい台所事情ね。さらに、シーズン中には60名に及ぶチームスタッフを解雇。チーム力が低下していくという悪循環だったぜ。たくまもせっかく F1 デビューしたのに、チームがそんなんじゃかわいそうだわ。そんな中、最終戦日本グランプリで、たくまは5位入賞を獲得したんだぜ。予選7番手からスタートしたたくまは、本家 VAR が2台ともリタイア、両雄ジャンカルロフィジケラも、リタイアする中、ルノーの2台を抑えて堂々の初入賞だったんだ。やるわね。鈴鹿サーキットは歓喜と熱狂に包まれたぜ。優勝したミハエル・シューマッハに、今日のレースには2人の勝者がいた、僕と佐藤だ。と言わせるほどのたくまの活躍と観客の熱狂ぶりだったんだぜ。感動的だわ。オーナーのエディ・ジョーダンは後年たくまについて振り返り、たくまは二度と私のマシンには乗せないとコメントしてるぜ。なんでよ。活躍したのに、ジョーダンは素晴らしく速かったのに、かなり大きな損害を与えたドライバーとしてたくまの名を挙げているんだ。どういうことかしら？たくまは確かに速かったが、クラッシュなども多かったんだぜ。
冗談は佐藤の運転するマシンがどのセッションからでも四輪で戻ってきたとしたら、それは奇跡だったと、苦笑いだぜ。資金難のチームには辛い現実ね。さすが、佐藤拓磨だわ。ミナルディ。ミナルディは1980年、ジャンカルロ・ミナルディが創設した、イタリアのチームだぜ。1985年から2005年までの F1 参戦21シーズンを含め、25年間もレース活動をしたんだ。すごいわね。老舗チームね。そうだぜ。F1 参戦後期には、万年テールエンダーと揶揄されたが、1990年代までは中堅チームとして F1 を支えた、歴史あるプライベートチームなんだぜ。古き良き F1 って感じね。F1 デビューの機会を与える、登竜門的チームとして資金が乏しいながらも堅実なマシン開発をしていたぞ。家庭的で F1 への愛と情熱に溢れたチームだったんだぜ。いいじゃない。1997年、チームを引き継いだフラビオ・ブリアトーレに招かれて、片山右京がミナルディに移籍したんだ。へぇ、のんびりと家庭的なイタリアチームを戦える集団へと立て直すため、ナンバーワンドライバーとしてチーム改革を期待されたんだ。責任、重いわね。大丈夫だ。右京はチームメイトとなった、ルーキーのヤルノ・プルーリを鍛えたぜ。鍛えたって？右京は惜しみなくアドバイスを与え、プルーリが、右京のアドバイス通りに走ったと、コメントするほどだったんだ。チームのために働いたのね。マシンの戦闘力不足から苦戦が強いられたが、チームからは働きを評価されたぞ。ミナルディを含め、複数のチームから翌シーズンの契約をオファーされていたが、右京は、後進にシートを譲りたいと日本グランプリで引退を発表、97年シーズンで F1 引退したんだぜ。男ね、かっこいいわ。あれ？霊夢、ストロールお坊ちゃまのことはもういいのか？もういいのかって何よ？私は、別にお坊ちゃまのことなんとも思ってないわよ。ならいいぜ。右京はルーキーのプルーリの急激な成長を目の当たりにし、自分にはすでに伸びしろがなくなっていることに気づいたんだぜ。F1 って残酷ね。F1 シートを失いそうなストロールをあっさり見限る霊夢の方が残酷なんだぜ。うるさいわよ。マリサ。1998年にはプロストグランプリから離脱してシートが未定だった、中野真嗣が右京の後任としてミナルディへ加入したぞ。ん？誰なの？中野真嗣は1997年にプロストグランプリから F1 デビューを果たしたぜ。無限エンジンの後押しで、リジェとの契約が決まっていたが、97年の開幕直前にリジェはプロストグランプリに買収されたんだぜ。あらら、チーム状況が突然変わったのね。その通りだ。プロストグランプリは98年からプジョーエンジンの搭載も決まり、シーズン早々に中野のチーム内での立場は厳しいものだったぞ。そうなの？チーム内のリソースはフランス人ドライバー、オリビエ・パニスに集中しフランス色が強まっていくぜ。チームミーティングもフランス語で行われたんだ。かわいそう。テストドライブの機会やセッティングの権限を与えられず、パニスが、真嗣にも走りやすい環境を作ってやってほしい、と同情したほどだったぜ。絶望的ね。というわけで、中野は98年から右京の後任としてミナルディへ移籍してきたんだぜ。心機一転頑張ってほしいわね。開幕戦の公式セッションで、中野容赦Cのシェイクダウンが行われるなど苦しい状況は変わらなかったぜ。簡単じゃないわね。決勝最高位はカナダグランプリの7位、ポイントを獲得することはできなかったんだ。ただ、ミナルディの食事はパドック中でポディウムの頂点級と大絶賛されているぜ。え？何それ？ミナルディのモーターホームの食事はとても美味しいと有名だったのさ。特にパスタとエスプレッソが絶品だったぜ。だったぜ、じゃないわよ。レースで勝てなくて食事で有名になってどうするのよ。アイルトンセナはこのパスタのお礼に現役最後の1年はミナルディから無給で参戦することを計画していたというし、ミナルディはこの食事を振る舞うために、他のチームよりも食材運搬などのためのコストを割いていると噂されていたぜ。もう、めちゃくちゃね。2001年からチームオーナーとなったポール・ストッダートは2005年シーズン限りでチームを売却したぜ。ついに身売りしたのね。売却先はレッドブル。え、レッドブルはミナルディをジュニアチームとし、スクーデリアトロロッソとして再出発したんだ。ちょっと、待ちなさい。角田くんがいるのはもともとはミナルディだったってこと？その通りだぜ。角田裕樹は、アルファタウリの3シーズンで成長を見せ、ビザキャッシュアップ RB フォーミュラ1チーム、とチーム名を変更した今年はドライバー史上の台風の目となる活躍を見せているんだぜ。右京さんも後進に道を譲った甲斐があったわね。その右京は、2023年の日本グランプリで予選7位を獲得した角田をマクラーレンとかで乗ってたら、絶対にどこかで勝っている。それは疑いの余地はない。日本のモータースポーツもいよいよそういう時代に来たとベタ褒めだぜ。もはや、孫が可愛いおじいちゃんの息だわ。ケレル。ケレルレーシングの創設者はケン・ケレルだ。前世紀にはイギリスの英雄的ドライバー、ジャッキー・スチュワートにより2度のタイトルを獲得したぜ。名門ってわけね。そうだぜ。
決して保守的にならず、野心的技術を採用したり、若手ドライバーが所属することも多かったんだ。ホンダや、ヤマハからもエンジン供給を受け、日本と縁が深い F1 チームでもあったんだぜ。そうなのね。1987年にロータスで F1 デビューした中島悟は、90年からティレルへ移籍してきたんだ。チームメイトのジャン・アレジと共に、非力なマシンで前線したぜ。どんな風にかしら？アレジが2度の2位を得るなど快走したし、中島もシーズンで3回も6位入賞を果たしたんだ。この年の第3戦から投入されたティレル019は、仙台018の素直な特性を継承しつつ戦闘力を増したぞ。急にどうしたのかしら？019はハイノーズを採用し、床下に大きな気流を導いて、良質なダウンフォースを得るというコンセプトだったんだ。ふーん。当時は最先端のアイディアで、後にトレンドとなるスタイルをいち早く採用した画期的なマシンだったんだぜ。確かに、先駆者ね。019の成功を受けて、1991年、ティレルは活躍が期待されたんだ。ちょっと、いいレースしたからって急には強くならないわよ。もちろん、その通りだぜ。だが、ティレルは1991年から前年のチャンピオンエンジン、ホンダ V10 エンジンを搭載することになったんだ。すごいじゃない。これは、ひょっとすると、ひょっとしちゃうんじゃないの？霊夢と同じように周りも期待したんだぜ。シーズンはどうなったのよ？前年のコンストラクター5位に対して、91年シーズンは6位だったんだ。微妙、だわ。そうなんだ。決して、020がダサくだったわけではないぞ。ただ、期待されたほどの結果は残せなかったんだな。なんでよ？活躍したマシンとホンダエンジンの組み合わせなら無敵だわ。霊夢、F1 はそんなに甘い世界ではないんだぜ。最大要因は、重量バランスの変化だと言われているぜ。重量バランス？そうだ。活躍を見せた019は、俊敏で軽快な動きが武器だったんだ。いいじゃない。そこにホンダのパワーが加わるんでしょ？確かに確実にパワーは向上したぜ。しかし、軽量コンパクトに設計されたホンダ V10 をもってしても、019が積んでいた V8 にはかなわないんだぜ。それは、きついわね。019が見せていた機動性は020では影を潜めてしまったんだ。チームも手をこまねいていたわけではなかったぞ。そうよ。シーズン中に改善すればいいのよ。重量バランスの変化を補うため軽量トランスミッションを導入。それが信頼性不足で、トラブルが頻発したんだ。ああ、泥沼だわ。マシンデザイナーのハーベイ・ボスルスウェイトが、シーズン序盤でチームを離脱するなど、マシンの熟成が進まなかったんだ。踏んだり蹴ったりね。中島はこの年限りで現役引退を発表。鈴鹿には20万人を超えるファンが集まり、中島の母国ラストランを見守ったぜ。最後にいいマシンで走りたかったわね。1997年にはジャック・ビルヌーブと BAT が組んで資金難にあったティレルレーシングを買収を発表したんだぜ。98年はティレルのまま参戦し、99年から BAR として F1 を戦ったぜ。あれ、BAR って、ホンダエンジンじゃなかった？すごいな。霊夢、2000年からはホンダのワークスエンジンを搭載したぜ。2001年には、佐藤拓磨をテストドライバーに加えて、シーズンを戦ったんだ。ティレルではなくなったけど、日本と縁のあるチームね。そうだな。4年には前年の日本グランプリにスポット参戦した拓磨がそのままレギュラードライバーに昇格したぜ。来たわね、試験嵐。どちらかというと、拓磨は荒らされた方だぜ。どういうことかしら？5年シーズン、第4戦サンマリノのグランプリ後に、チームはレギュレーション違反の裁定を受け、2レースの出場停止処分を受けたぞ。さらに、ウィリアムズに移籍するはずだった、ジェンソン・バトンが突如残留を発表。チームはすでにルーベンス・バリチェロと契約を結んでいたぜ。それじゃ、シートが埋まっちゃうわ。その通りだ。タクマはその煽りを受けて6年は BAR のシートを失うんだ。タクマらしくないわね。ティレル時代に話を戻すが、1993年には片山右京がティレルに在籍していたんだ。あら、右京様。ティレルでも走ってたのね。右京が乗ったマシン 020C は3年落ちのシャシーで、モノコックは中島が使用したものだったぜ。マジで、F1 で3年落ちってやばくないかしら？エンジンは、ヤマハがジェットとの共同開発でジェット GV をベースに開発したぜ。つくづく、日本色の強いチームね。シーズン後半にやっとニューマシン021が投入されたぜ。やっと来たわ。リアにモノショックサスペンションを採用し、ライドハイトコントロースシステムを、コクピットのボタン操作で機能させる仕組みだったんだ。なんだか、凄そうなシステムね。その通りだ。ものすごい失敗作だったんだぜ。最悪じゃないの。モノショック化の影響で、リアはグリップ不足になり、限界を超えると突然スピンする扱いにくい挙動だったぞ。悲惨だわ。しかも、フォローするはずだったハイドライトコントロールは、予算不足で開発が追いつかなかったんだ。終わってるわね。デザイナーのマイク・コフランはシーズン中にチームを離脱。
チーフエンジニアが不在のままシーズンを送るんだ。悲惨すぎて、言葉が出ないわ。94年シーズン、デザイナーのハーベイ・ポスルスウェイトがチームに復帰、022が投入されると事態は一変するぜ。どうなるのかしら？右京はブラジルグランプリ、サンマリノグランプリ、イギリスグランプリで入賞を果たすぞ。キャー、右京様、素敵だわ。シーズン後半は予選の速さに磨きがかかり、ドイツグランプリで予選5位を獲得するぜ。すごいわ。決勝スタートでミハエル・シューマッハとデイモン・ヒルを抜き、スローダウンしたジャン・アレジを置き去りにして2位を走行だ。いけいけい。去年の鬱憤を晴らすのよ。霊夢が鬱憤を晴らしてるな。マシンがダサくだったとか、チームにお金がないとかそんな話ばっかりだったからよ。シューマッハにかわされたものの、3位を順調に走行していたぞ。そのまま、表彰台だわ。7周目、スロットルトラブルで、あっけなくリタイアしてしまったぜ。そんな、メカニックの作業ミスが原因だったんだ。弱小チームじゃなければ、角田くんがマクラーレンなら勝ってるって言いたくなるわけね。イタリアグランプリもマシントラブルでリタイアしたが、二度も右京にオーバーテイクされたミカハッキネンが、3位フィニッシュしているから、たらればだけど、幻の表彰台なんだぜ。フットワーク。フットワークは1990年に F1 チーム、アローズのメインスポンサーとなりそのままチームを買収。91年からフットワークとして F1 に参戦したんだ。フットワークは日本の運送会社だぜ。黒猫ヤマトや佐川急便が、そのまま F1 チームになったみたいなものね。まあ、そういうことなんだぜ。1992年には鈴木アグリが加入。無限ホンダエンジンを獲得し、チームオーナーも日本人だぜ。オールジャパン体制ね。92年は完走すらおぼつかない戦績にとどまったぜ。ホンダエンジンなのに。93年はマクラーレン製のアクティブサスペンションを導入し、予選トップ10の常連になるほど安定した走りを見せたぞ。しかし、ギアボックストラブルなどが足を引っ張り、アグリはフットワークでの2年間で表彰台は愚か、入賞すら叶わなかったんだ。うまくいかないわね。1995年、アグリが去った後のフットワークから井上貴彦が F1 フル参戦を果たすんだ。井上貴彦？誰だっけ？またの名を滝井上だぜ。ああ、消火器の人だ。その通りだぜ。井上は日本の自動車メーカーの後ろ盾なしに、F1 フル参戦を決め話題になったぜ。しかも、チームとの契約は月決め契約で、契約金を滞納すれば即シート剥奪という厳しいものだったぞ。月決めって、駐車場じゃないんだから。チームからは渡航費、食事代など、マシン周り以外の費用は一切支払われず、リザーブ契約していた。マッシミリアーノパティスはより高額の持参金があり、チームは井上が契約金を滞納することを期待するほどだったんだ。最低だわ。モナコグランプリのフリー走行でレッカー中にオフィシャルカーに追突されて負傷したり、ハンガリーグランプリでトラブルで止まったマシンの火を消すために消火器を持って駆けつける際にレスキューカーに跳ねられたりと、話題にはこと書かないドライバーなんだぜ。レースのエピソードは一切なかったわね。スーパーアグリ。鈴木アグリのチームだわ。その通りだぜ。2006年、ホンダから技術面資金面のバックアップを受けて、F1 参戦したぞ。佐藤拓磨と井出裕二をレギュラードライバーに迎え、ホンダエンジンにブリヂストンタイヤと準日本チームだぜ。ドリームチームね。最初は、BAR007 かホンダ RAH06 の知的財産権を譲り受け参戦する予定だったが、コンコルド協定により計画が頓挫。ホンダ側からシャシー提供を断られてしまうぜ。マシンどうしたの？なんと2002年に撤退した、アローズの A2 さんを探し出してレストアしたんだぜ。4年前のマシン？しかも、レストアしたの？その通りだぜ。マシンの完成は遅れ、シーズン前のテストはわずか3日間だぜ。自転車送用だわ。メインスポンサーが決まらず、慢性的な資金不足に参戦当初から資金不足に悩まされたんだ。2007年、ホンダ技術研究所と開発した SA07 は、カスタマシャシーだと提訴された。大型スポンサーを獲得したと喜んだものの、一度もスポンサー料が払われないままスポンサーは消滅したぜ。めちゃくちゃな話ね。反対にアグリが財務アドバイザリー契約料の支払いをめぐり、訴えられるなどレース外でのトラブルに振り回されたんだ。レースに集中できないわ。そんな中、タクマは意地の走りを見せたぞ。スペイングランプリでは、ジャンカルロ・フィジケラに競り勝ち8位入賞、チーム初ポイントを獲得したぜ。雑音をものともしない根性ね。カナダグランプリでは、SC が入ると同時にソフトタイヤに交換、SC 終わりで給油とハードへの交換をこなし、終盤ソフトタイヤでペースの上がらないラルフ・シューマッハとフェルナンド・アロンソを交わして6位入賞だぜ。やったわ。2008年、資金繰りが行き詰まる中、チームは第4戦スペイングランプリを最後に撤退を発表したんだぜ。ああ、ついに、撤退しちゃったわ。ちょっと話を戻すが、参戦初年度にスーパーアグリは前代未聞の事件に見舞われていたんだ。
どうしたの？ここまでのエピソードも F1 の辛い面が浮き彫りになってたけど、なんと、レギュラードライバーの一人である井出裕二が FIA からスーパーライセンスを剥奪されてしまうんだぜ。そんなことってあるの？前見ないで運転して、追突でもしたの？霊夢。それは、中国グランプリのランスストロールだぜ。ストロールはライセンス剥奪されてないし。知ってるわよ。霊夢は、このネタ好きすぎるんだぜ。脇見運転のお坊ちゃまでさえ、ライセンス剥奪されないのになんでそんなことになったのよ。悪口が止まらないんだぜ。井出は、第3戦オーストラリアグランプリで初完走を果たしたものの、第4戦サンマリノのグランプリでクリスチャン・アルバースとの接触で、アルバースが横転し、FIA の審議対象になるぜ。そんなことで？チームは井出を引き続き走らせたい意向を FIA に伝えたが、最終的な結論はスーパーライセンスの剥奪だったんだ。F1 シーズン中のライセンス剥奪処分は史上初で唯一なんだぜ。生き馬の目を抜く F1 の世界で日本人ドライバーも頑張ってきたんだぜ。新人の登竜門的なチームが多かったわね。そうだな。まだ優勝こそないが、日本人ドライバーもきっちり活躍してきたんだぜ。日本人ドライバーの優勝、見てみたいわ。その通りだぜ。これからは、トップチームで走る日本人ドライバーが出てくるか期待したいんだぜ。他にも印象に残る日本人が所属した F1 チームがあれば、コメント欄で私たちに教えてほしいんだぜ。よろしくお願いするわ。それでは、本日も最後までご視聴、ありがとうございました。